仏殿主郎平林寺は埼玉県新座市の美留にある臨在修明神寺派の寺院である。三号は金宝山である。この三号は海山である石室前旧が元で修行した金領の大鳥台山保安寺から金と大鳥を取ったと言われる。明治三十六年に修行道場として騒動が開け人へされている。京大林は武蔵野の面影を残す 雑木林として、1968年に、国の天然記念物に指定されている。平林寺は、伸び止め大地に、約13万坪の境大地を有する禅寺。南北朝時代の1375年、武蔵国紀西郡、渋江郷金重村、現在の埼玉市岩月区平林寺に創建。海山は、石室禅宮、海気は、大旅収社見、お寒沢。 当初は、臨在州県庁寺派。大徳寺派を経て、両心寺派の寺院となった。なお、お沢は、岩月城主、大田道真と、同一視されることがあるが、道真は、平林寺総建の時点ではまだ生まれていない。1663年川越藩主、松平信綱の遺志を受けて、この輝き公が、菩提寺として、伸び止めに転。 1718年、高原大が大形道を混流し、独立聖域の事物を祭り、独立の秘文を書した。2009年11月26日、秋人天皇、皇后、道子夫妻が訪問した。なお、1977年以来の裁縫である。詳細は公式サイトの配管、交通を参照。所要時間は、およその時間。 伸び止め用水沿いに遊歩道が整備されている。各社鉄道駅から平林寺停留所まで15から20分程度。平林寺に配管車用の駐車場はない。平林寺周辺に民間駐車場はあるが、収容台数が少ないので公共交通機関の利用が望まれる。ありがとうございます。